あれだよ、わかった。ここね、ここに関してはしゃべるじゃない？掘り返すんでしょう、はいよ。だここはしゃべる。しゃべる持ってきましょう。っていうのもあるし、待て。ここはチェーンソーですよ。で、お亀の中にね、燃料が入ってる、ガソリンが入ってるってところあったじゃないですか。あそこで多分給油できるんでしょう。何使うんけってずっと思ってたんだけど、おそらく給油できるんだと思うんですよ。だから給油しに行きましょう。わからん。来てる？これ。来てんね。OK。とりあえずチェーンソー、見に行きましょう。それで、補給できれば確定だと思う。あそこは。あの板の撤去方法としては。だから毎回補給できるんだったら毎回補給しないといけないってことになるよね。これで補給した。グビッつったぞ、グビッって。よし、これで使えるようになったね。3階に。行きましょうか、また。あ、危ねえ、下にスライダー。マジで。どうですか？行って！やめろ！俺に冷凍ビームをしてくるな。冷凍ビーム。よし、巻いた。このゲームのコツ分かりましたよ。スタミナがね、ゼロになってしまったらね、回復するまでに少し時間がかかりますね。だから、そうだね、スタミナが切れるか切れないかの時に一回走るのをやめて、ね、ゲージをすぐ回復させて、また走る。その方式を取った方がいいですね。あいつ、来たかな、こっち。ああ、目にバレてないかな。あ、シャベル取ってくるの忘れた。ごめん。チェーンソーのことばっか気にしてて、シャベル取ってくるの忘れたわ。じゃあ、開けますね。ほら。急げ、来るぞ。後ろに目があるから。開いた。とりあえずこれ置いて。何これ？向こう側に何かがある。そうですね、提灯がありますね。ここで板使うんだ。ここで板使うんだよ。渡るための橋を作るんでしょうね。結構進むね。赤マントよりかは正直楽。ほんとこれぐらいがいいと思う、バランス的に。多分赤マント激ムズですってね、意見が多かったんじゃないですかね。結構辛かったもん、赤マントに関しては。特に能面。挟み撃ちされたらね、もう絶対絶命ですからね、あんな。ショベルのとこはどこだっけ？ここだ。どう？いけた。さあ、この中には何が入ってるんでしょうか。ボルトカッターだね。ボルトカッターです。あれって一瞬思ったけど、ボルトカッターでした。よし、こう。とりあえずボルトカッター置いて、どう？かけられる？いった、いったいった。いや、結構ギリギリだよ。こんなボロい板、結構ね、こんなギリギリでかけて、耐久性か。耐久性大丈夫って、ね、問いたくなるよね。よく持ってるね。すげえな。緑の鍵。緑の鍵か。青い鍵が必要なんだよな。提灯。提灯はどう使うんだろう。緑の鍵ってどこだ？どこで使うんだ？一回置いて。はい。おお。氷のかけら。今日お医者様のところへ行ってまいりました。
あなたとの子が私のお腹に宿っています。聞いたとき思わず飛び跳ねそうでした。これほど嬉しいことは他にはないでしょう。これからはあなたと私とこの子3人になるのですね。ますます楽しみになりますね。いやもうほんと順風満帆。そうで何よりなんですけどね。こっから何が起きたかって話ですよね。この提灯なんかね、ああ、周りを照らしてくれるんだ。懐中電灯よりかよく見えるね。これどっちを持っていった方がいいのかね。悩むところ。やべ、来てる。巻いた。急げ。あれ。こん中入ろうか。あった。大丈夫？はっ。通過して。おっと？もう一回。お、待って。隠れる場所ないけ。あっ！誰か来たぞ。誰かおりましたわ。死にそう。これちょっと待って、回復薬取り行こう。下の階に。待って。誰かいた。何あれ？ここ。はい。回復。よし。回復しました。この鍵、あの奥で使うのかな？湯桶。湯でここ置いてる。湯桶はこれ何？片手で持てる湯桶。温泉水入ったね。温泉水入ったけど、今んとこ使い道が分かんない。ちょっとさっきの人がいるところに戻ってみましょうか。でも目があるんだよな。目があるからすぐ来ちゃうからね。だから一回隠れる場所を探さないといけない。何？は？あ、これ雪の中来るってことを表してるやつだ。きっと。多分だけど。あれか、湯桶を取ったからだ。湯桶を取ったから、なんかまた新しい要素が増えたみたいだ。後ろから来てるのこれ。大丈夫？オッケー。来た。ここ隠れる場所ないんだもんね。ビールありますよ。ラーメン屋だって、ここ。ラーメン屋だってよ。え、麺持ってこないと。腹が減ってるみたいな。そうでなくても絶対食べるべきだな。見ての通り、ここの食材は全て腐ってしまっているわけだ。なんで、あのたまらない一品が食いたいな。美味しいコシのある生麺と骨付き肉を持ってきた。骨付き肉？麺はあるけど、骨付き肉はちょっと今ないですね。ラーメン屋がありましたよ。びっくりした。隠れる場所欲しかったな、ここ。バレちゃうからね。ほら来てる。誰も発見。待って。表現してましたよ。今見ましたか、皆さん。表現してました。はあ。このゲームでも凶暴化するんか。あ、やべ、鎌持ってるよ、鎌。このボタンを押すと大きくなると書かれている。どこ？このボタンって。ねえ。これ置いて、面取って。やば。
急ぎ。くっそ。とりあえず麺だけ持っていきましょう。へい。はい、麺。おお、麺か。麺だよ。お前だけそんな安全圏嫌がって。俺もそっちに入れてくれ。こっちもうないよね。ないよね。戻るしかねえか。来てるやん。入ってくんなよ、店に。入ってくんなよ。え。ああ、もう。あっちょ、OK。やばい。よし、巻いた。ああ、やっせん。あの、釜女め。俺が何をしたって言うんだ。ん？いた！なんかあるぞ、この下に。チェーンソーじゃない？え、チェーンソーどこ置いてきたっけ？チェーンソーじゃない？これ。やった、新店発見。こんなとこになんかありましたよ。で、あのね、目ん玉のね、攻略法が分かりました。しゃがんでると、目ん玉、どうやらね、あの反応しないみたいなんですよ。目ん玉があるときは、こんな感じでしゃがんでね、進むのがいいみたいです。移動速度そんな変わんないからね。しゃがんで、ほら、しゃがむと向かないんですよ。いやー、これはね、ありがたい。OK。補給。昨今、レトロブームですからね。レトロゲームブームが、巻き起こってるから、いいタイミングでね、ゲームを発売できたんじゃないですかね。チラズアートっていうね、開発会社なんですね。ここの。開発会社は。こっちやねえな。そう、海外でもね、ローポリブームがね、今巻き起こってるんで、それに、そのブームに乗って、いい感じにね、売り上げ伸ばせたんじゃないですかね。じゃあ、切ります。OK。はい。来てんの？早く。よし、開いた。トラップドア？トラップドアってなんじゃ？ね、これ。トラップドア。どういうとこに置いたかわからんくなってます。ここは？あー、違うな。バールとかどこやったっけ？こっち？違う。ここでもない。床にひびが入っている。床にひびが入ってるって。ありますかね、バール。ボルト買ったわ、ある。ないね。こっちかな。あった。パードリルはいらないんじゃないかな、バールと。ブードゥーのは置いて。よし。よし、じゃあ、ボルト買った。違う。バール。あ、バールだった。オッケー。バールで開けます。開いた。バールいらないんじゃないかな。とりあえずここ置いとこう。落ちますね。下にどんな世界が。え、水浸し、やばい、凍えちゃうよ。なんだここは。なんだこれは。レバー下ろしておきましょう。変わったものは特になさそうですね。来てる？来てんの？嘘やん。隠れる場所ないぞ、ここ。隠れる場所ないぞ。え？出口ある、出口。脱出するところ。ここだ。ここでボルトカッター使うんだよ。置いとこう、ここに。ボルトカッターは。やばい。来んなよ。こんなとこで来られたら逃げ道ないぞ。
子供いた、子供いた。緑の鍵、緑の鍵。ここよ。ここだ、ここ。あの子助けないと。この鍵使って。いました、いました。ここにも。ていうか、ここね、地下水がね、染み出てるから寒そうだよね、あの子。凍死しないか心配ですよ。ちょっと、あった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 。ワニいるんだけど。ワニいるんだけど。いや、歯の一言だよね、こんなん。ワニ、ワニおるんですが。え？おお、怖っ。ダメだって、ワニの放し飼いとか。違法だよ、それ。市民に危険が及ぶって。こんなでかいワニ放置して、放置っていうか、放し飼いにして。やばい。雪女も来そうだし。もう、ごっちゃごっちゃだよね。いや、ほんと収集しきれないわ。収集っていうか、整理がしきれませんわ。あった。氷のかけら。あなたと過ごす2度目の冬ですね。今年の冬も寒いそうですが、今年は生まれたばかりのこの子と3人だから頑張れそうですね。目と口をはあなただと私が言ったら、あなたは鼻と肌の白さは私だと言いましたね。この私たちの、愛しい娘がこれからも元気に、つつましくかな、つつましく育っていくことを共に願ってください。子供が生まれたみたいですね。今んとこね、幸せそうなんですよね。こっからどんな不幸が起きるんでしょう。うん。こっち行こう。あ、上に続く。どこだこれ、どこに続いてる？あ、ここあれじゃない？だよね。一階に来ましたわ。はあはあはあ、ここだったんだね。ここの扉だったんですね。地下室に続く。とりあえずワニどうにかして、出してあげたいな。このレバーによって、どっか開いたんじゃない？上の階が。あれだもんね、階段上がって、ね、施錠を解除するところって手動でだからね。レバーで解除したわけじゃないから、多分どっか別ね、何かしらどっかが開いたんじゃないかな。あ、やべ、セーフ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。